それでは続きをやっていこうと思います。今回はまあとりあえず先にカウルをねもうくっつけちゃいました。前回ねちょっとうだうだしてたんでね、そのまま乾燥させてくっつけるという感じですね。まあ別に変わったところはなかったです。おかげでスムーズにつけれましたよ。で今回ねその言ってたメタルパーツをつけていこうかなと思うんですけれど、今鍋さんが持っているメタルパーツはこんな感じです。ちょっとね動画の尺的にいろいろ説明というか、鍋さんが持ってるどんなの持ってるのみたいなさ、どんなのが売ってるのって知らない人もねたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うので、前回使ってたこちらですね、モデルファクトリーヒロのやつ、値段も書いてあって分かりやすいかもしれないです。これ鍵穴とかね、いろいろリベット、鍵穴ですとか、あとキャッチピンだとかね、そういった車に使えるやつとかがね結構あったりする、あったりします。なんでバイクでもね鍵穴にもね使おうと思えば使えるんじゃないかなと思います。まあそんなやつで、あとちょっとねこれホームセンターで売ってたやつですね。これです。ネジがすごい精密ネジ、すごくねちっちゃいネジが入ってるんで結構使えたりするかな、うん、で結構っていうね見ての通りまだ未開封なんだよね。とりあえず買っとこうみたいな、200円だしとか思ってね。でこっからがねちゃんとしたやつ、これねすごい高いやつもあるんだ。これもちなみにねこのメタルパーツねもう何年前に買ったらっていうぐらい温めてんだよね。これはタムタムで買ったこのここ今見てもらうと分かるんだけど、こういった六角ボルトを再現するような感じになってる、ここに SSS って書いてるのが確かサイズだったと思います。もともとの形はこういうね金属がついてて、その先っちょにこうピンと立ってるよと、そこをプチンとねこう絵に描いてるようにこう切って使うっていうタイプですね。であとこの辺、うん、ここに六角ボルト、こういうね、まあ、サイズでいろいろ書いてて、ね、10個で600円、1個60円、高いね。まあそんなもんだろうね。こんなんどうやって作るんだと思うんだけど、こんなちっちゃいの。まあなんとなく作り方わかるけど。まあこんな感じでね、こういろいろ種類あるんですよ。で、ここにね、こうデータ表が少し書いてあって、どんな感じになってるか。まあ長さがこれは 1.2 ですよとか、頭の形がこんな感じになってますよとかね。これもそうだね。これちょっと今ね使った途中だからマスキングテープでこう袋に入れてあるんだけど、これあと1個残ってるからこうやって入れといた。まあだからこれとこれが同じ感じかな、うん、でねある程度こうやって揃えておくと何かしらに対応できるかなと思って買っておきました。まあまあするでしょう。これで500円とかさ、540円、540円、600円みたいな。で、あとこれはね、ガンプラとかに結構使われたりするメタルマイナスモールドってやつですね。これもサイズが様々、いろんなサイズのが入ってて、見てもらうとね、こんな感じ。ここに写真でも載ってるんですけれど、実物がこんな感じで細かく入ってますよという感じです。まあなのでね、こういうの、やっぱり実際にねお店で買われたいっていう風な方がいらっしゃると思うんですけれどね、こう実物見てさ分かんないじゃん。写真見るだけだと結構ネットとかでさ、だからじゃあお店で買おうとか思ってもなかなかね、これだけこういうのがねドバーンと置いてる店がすごい少なくて、愛知県でも1軒ぐらいしかないんだよね。愛知県の方はねプラモデル好きだったら知ってる方がねいらっしゃると思うんですけど、アリスホービーですとかね、あの辺で、まあちなみにこれほとんどアリスホービーで買ったんだよね、この辺は特に。うん、これは何で買ったかな、ネットかなんかで買ったんだよな。でこれはタムタムで買って、これも確かアリスホビーで買ったんだ。でこれはホームセンターで買ったんだ。そうっていう感じでね、やっぱりあんまりこういう細かいやつを取り扱ってるお店っていうのはね少ないんで、あってもねごく少量で選べるほどないっていう。そのアリスホビーに別に宣伝するわけじゃないんですけど、そこ行くともう山のようにあってね、そこだけでもうすごい時間潰せるぐらいあります。まあということでですね、今回これをつけていこうかなと思います。ただ自分の今持ってるね在庫がこんだけしかないんで、これをうまいことバランスよくつけてやっていこうかなと思います。ですね、これ見ての通り本当これ在庫があんまりないんだ今自分に。
だからどこに何をつけていくかとかいろいろちょっとやっていかないとバランス悪くなってかっこ悪くなるなと思ってね、とりあえずやっていこうかな。でいつものようにいつものようにねデコプリンセスでつけていこうかなと。これなくすんだよ、これちっちゃいから。こういう小さいものをやるときはねやっぱりできるだけこういうトレイとかに乗せてね、これも視聴者さんにもらった、助かった、あってよかったみたいな感じ。結構ね視聴者さんがね役に立つもんね、意外とくれるんだよね。ナベさんこれ使ってみてくださいみたいな、おーつ、まあすぐのすぐにはやっぱりなかなか使わないものが多いんだけど、だけどやっぱりいざこういった時にね、ああよかったありがとうございますっていう感じになるね。助かりますわ、本当にマジで助かります。愛用させてもらってます。よいしょと、これちょっとまた後でこうしまっておきたいから綺麗にこう取っておきたいよね。このさデータ表がね欲しいからさ取っておかないと。値段もまたこれも剥がせばいいんだけどさ、こうやってね視聴者さんにお見せするときにはやっぱりナビさんそれいくらぐらいするのみたいなねこと思われることがねあると思うんでね、こうやって書いてあれば大体こういったものの価格相場とかもね分かってもらえるんじゃないかなと思って貼りっぱなしにあえてしています。いやーこうパーツが小さくてさ、こう袋から出すのも結構大変なんだよな。出しすぎちゃ、まあ、しまえばいい話なんだけど、あー飛んでた。音も立たないから小さすぎて飛んでったらもうアウトなんだよねこんな。出た。これは結構とんがったピンセットでやらないとなかなか厳しいので、ナベさんはこのウェーブのやつをよく使ってます。これすごいねとんがってて細かいし、の細かいのがつかみやすいんでね、ピンセットはいろんな種類のやつをね揃えておいた方がいいです。それの中でもこのウェーブのやつですと、あの一つのねセットでこうたくさんついてるんでね、あたくさん入ってるんでねセットで便利ですよ。よし、では早速姫様をこうやってねポストイットにつけて、爪楊枝まずはここをつけていくか。ここね、ここはアップにした方がいいかな、見やすいねその方が。おお離すな、もうちょっと上持ってこうか、自分が作業しにくい。よいしょ、この辺だったら作業しやすいか。ここにあんまりびちょってつけるとね今度よろしくないので、こうちょっとほんのちょっとか、どっちかっていうと穴の方にこうやってちょんとつけてやる方がいいです。なぜならあの奥にね入ってくれるからね、向こうに貫通してくれるから。手が震える、こんな感じで。今見えた？見えてないかな、つけるところ。すみませんね細かいところ見すぎちゃって。カメラの方見れる？あカメラこの辺か、ここにねこうちょんとか、グッと押し込んだりとかそういうことする必要はないんでね。ね、だから穴の内径側に塗るような感じかな。にしてあげればこうやってつけれますよと。でもパーツが小さくてピンセットでゴロゴロ動いちゃってつかめないよし。
いい感じ。まあごく本当に少量しかねつけてないんで、すぐに乾いてくれると思うんでね、このまま作業を続けていきましょう。でこういったね、前もって穴を開けておいたところにもですねつけていこうかなと。カメラ映ってねえし、ここならいいかな。このところにちょんとつけておいてね、ここにもちょんとつけておいてね。でいやーやべえな、かっこいいな、やっぱりこう一気にメタルパーツが入ると。作品が映えますな。ん？ん？入らない、よし、 OK。いいね。でやっぱり気になるここのネジの、あ今映ってなかったかな、申し訳ない。もうちょっと離そうか。でももうちょっと離すと見えないからな。今度こう見てさ、ここってもともとのこのカウルを止めるためにつけてくださいねっていうやつだけど、ここのところもつけないといけないんで、ここはだからこれを使うといいんじゃないかなと思ってね。よいしょ。これを使ってやれば、これの短いやつをだから2本か、裏表あるんで多分、うん、これでやってやればいいかな。あくまでこれは機能ではなく飾りとしてつけるやつだからね。小さくてつけづらい。前もって適切な穴を開けておけば。OK でしょう。よいしょ。よいしょ。ほら。ね。こっち側もここね、飾りの。前もって開けてある穴に入れてあげる。ああ。磁力これくっつかねえな、さっきのくっついたのにな。え、なんで？うん？こんなんやりづらいじゃん。そんな時はちょっとボンドつけてくっつけたら。いや、あ入っちゃった。ストーンって、やべやべ、ストーンって入っちゃうんだったら下穴がでかすぎたか、チキショウ。そんな時はああやばい、壊れちゃう壊れちゃう。そんな時はあ画面カメラ映ってなかったかもしれない、申し訳ない。そんな時はここにこうねボンドをちょっとつけてあげてね。止めてあげる。
機能するネジではなく飾りのネジなんでね、これで十分 OK。 まあこんな感じでね、リベットをどんどんつけていってあげればいい感じになるんじゃないかしらと思います。よいしょ、今時間どう？まだ大丈夫だね。今ふと思ったことがあったんだけど忘れちゃったな。まあなんか金額的にバカになんないけどね、こんなもんつけ始めるとね。だけどやっぱり一生懸命作ったやつを綺麗にまたさらにね細かく美しく見せるためにはまあやった方がいいんじゃないかなと思いながら、もっと細いあれが欲しいな、こうボンドをつけるためのものが。でデコプリンセスでやることによって、ああちょっとはみ出ちゃったとか思ってもさ、こうやってキュッてこう拭き取れるからね。デコプリンセスでやる方が自分はおすすめかなと思います。よし、あこれ取れてんじゃん。今さっきなんかカタカタするなと思ったらディスクブレーキ外れちゃったよな。まさかの。やべえやべえ。まあいいや、これ後で自分で直しとこう。自分でちか後で直しとこう。で、今度ここね、にも止めないといけないんで、ここはだからもうここの残りがさ、少ないからさ、もうあと3個しかないから、他のやつで代用しよう。まだこっちこういっぱいあるんでね。そう、あとなんだろう、まあそんなところか。でもこういった時間、うん、まあいいか。ちょっと短めではありますけれど、こういった感じでね、リベットとか金属パーツをね入れていくといい感じに進みますので、ぜひこれはね皆さんねやってもらいたいね。ただちょっとコスト的にね少しかかっちゃうところはありますけど、あついた。結構簡単に外れちゃったな。それはそれでショックだな。よし、OK。よし、修理完了。どうでしょうか。こんな感じで。まだね、もちろんこういったとことかつけるべきところがたくさんあるんでね、
まあ、ちょっとここは隠れてこそこそとやっていこうかなと。で次回完成かな。もうあとねミラーつけて、あと台につけるっていう問題があるんでね、それは鍋さんこういう風にこれはつけましたよっていうのでお見せした方がいいと思うので、そこはちゃんとねアップしようかなと思います。ということで、まあ、今日はこの辺にさせてもらえますか。ちょっとなんかあんまり大したあれじゃなくて申し訳ないですけど、メタルパーツとかねそういったもの、まずはホームセンターに行ってお手軽なところでちっちゃいビスを探してくるのも手ですし、あとはもうこういったちょっと専門店をね、まあ、自分で開拓した方がいいかな。やっぱ実物を見て買うっていう方がイメージがつきやすくて、なんかネットでポチって買ったわけどちっちゃすぎたわとか、逆にねでかすぎたわっていうことがねあるといけないんでね、安い買い物じゃないんで、まあちょっとそこはお店を開拓していくしかないかなと。ちなみに愛知県でいうと、そのアリスホビーに結構な量があります。まあ当時ね、ちょっと最近もずっと行ってないからわかんないけど、うん、まああと本当にタムタムとかそういったところでも置いてはありますけれど、そう品揃えがいいとは言えないんでね、うん、まあそんなに売れるもんじゃないからね、こんなのそんなに仕入れてもしょうがないんだろうね、種類もたくさん多すぎて。よし、ということになります。では次回完成目指して頑張っていこうと思います。ではまた。